限界なんぞ、クソくらいじゃ。悟空、クリリン、この老いぼれにだってまだ先があると、限界を決めるのはまだ早いと教えてくれたのはお主らじゃ。足を止めることなく、さらなる上を、高みを目指し続けるお主らなんじゃ。我が弟子たちよ、よく動き、よく学び、よく遊び、よく食べて、よく休め。人生をお持ちのおかしく張り切って過ごせ。亀仙人はお主らと共にある。これが最大最強の亀はめ。